今回は北欧ヴィンテージのサイドボードに合わせて壁面をコーディネートしてみました。飾り方は線対称ではなくアシンメトリーの飾り方を。色合いのバランスはチーク材が柔らかい色合いのため黒いフレームと大人っぽいデザインの窓を用いてみました。配置に関しては3枚のフレームを3セットごとにエリア分けし高低差をつけるようにコーディネート。余白が均等になりすぎないように複数枚のポスターを飾るときはポスター同士の間隔に注意しながら飾りつけると素敵な空間が出来上がります。私はソファールームのウォールアイテムをコーディネートしました。今回使用したソファーは赤いモケット生地が印象的な1台。このソファーに合わせたのがブラックウォールミラーです。ソファーをより引き立て空間に立体感を作り出します。シンプルな空間になりすぎないようカラー系のポスターやラグをセレクトし日常に馴染みやすいような空間を心がけました。個人的には英国製のシャンデリアがとても好きで、好きなものだけに囲まれた空間作りというのも意識しコーディネートしています。イメージしてコーディネートしております。ポイントは余白です。壁面にあえて余白を持たせることで空間にゆとりが生まれます。一人の時間をより贅沢に過ごしてみませんか。トーンを抑えたオレンジ色のピクチャーとエルメスのヴィンテージアドを合わせモダンとクラシックのミックススタイルを演出しています。サイドボードはピクチャーのサイズに合わせてセレクトしました。白やピンクを基調にした温かな空間をぐっと引き締めてくれるローズウッドの奥深い風合い、先端に向かって細くなっていくテーパードレッグの足はより洗練した印象を与えます。デンマーク製のソファーはヴィンテージ感漂う柔らかいレザーの質感が印象的。座り心地はもちろんサイドから見たフォルムまで非常にかっこいい一台です。
ディネートはいかがでしたでしょうか。3つのコーディネートパターンは全てこのアドバタイジングが使用されております。廣田さん、このアドバタイジングはどのようなものなんでしょうか。こちらはですね、主にフランスから買い付けたものなんですけれども、フレンチマガジンに、載っていた1920年、およそ100年ぐらい前からのもの、古いものでは、あとは1960年頃の、雑誌に、実際に使用されていた広告、アドバタイジングを、新しいポスター、フレームに入れて、壁面のウォールアイテムとして展開しているようなアイテムになっています。何か珍しいものやおすすめのものなんか。そうですね、いろいろと、ほとんどが一点物になるのでとっても珍しいんですが、でも熊さんお気に入りがあるみたいで、お気に入りはこのグリーンのネグリオさんアイテムなんですけれども、これすごく素敵ではないですか。これ安いです結構こういう蛍光っぽい緑色のものっていうのはなかなか残っていないというか、出しづらい色なんですけれども、当時の印刷方法、印刷技法っていうのは非常に手間がかかっているので、5、60年経っても非常に状態よく発色が残っているという感じにはなってますね。はい、同じ作家さんのものだと、そうですね、一番今回は個人的にいいなと思ったのはこの防具なんですけれども、1955年ですね、ちょうどここに書いてありますけれども、ファッション雑誌ですね、フレンチ防具ですね。で、こちらはここにもう一つサインがありますが、これがルネグリオの、基本的な、サインになってます。イタリア人の作家さんで、クリスチャン・ディオールですとか、本当に代表、その他フランス代表するようなブランドの、雑誌広告をほぼほぼ、手掛けていたような有名デザイナーさんの作品になってます、はい、上のもちょっと珍しいですね。この銀色と、赤がワンポイントにはなってますけれども、これは、マドレーヌ・ビオレというフランス人の、ファッションデザイナーさんですね。20世紀を代表するファッションデザイナーとして、知られている、その彼女の、これは広告ではないと思いますけれども、アドバタイジングにはなっております。銀箔とちょっと独特のこの赤の出し方というのはすごいなというふうに思いますね。綺麗ですよね。なんか広告っぽくないのがもう一枚あるんですけど、これとかどうですか。これはですね、はい、ルネグリオさんが書いた、ここにありますけれど、ちっちゃく文字が書いてありますが、バレンシアガ、はい、のおそらく、ファッションページにはなりますかね。一切文字が入ってない、とてもシンプルなポーズなんですけれども、なんかちょっと目を引くような作品にはなってますね。おしゃれです。はい、あとは時期的になんかこういうのも素敵かなって思うんですけど。どういうんですか。これです。あ、こちら。そうですね、時期的に言うと、これは、エルメスが、クリスマスに出していたもので、あんまり通常のものよりは手に入りにくいんですけれども、クリスマスツリーが描かれた、エルメスの100年くらい前の、アドバタイジングになってます、この時期一つこういうのを、壁面に飾っていただいて、クリスマス楽しんでもいいかなというふうには思ってますね。そうですね、サイズがこれちょっと大きいように見えるんです。そうですね、ちょっと大判と通常版というのがありまして、基本的に大判の方が、レアはレアなんですけれども、大きいのとちっちゃいのをちょっとこう壁面でサイズ違いで飾っていただいた方が、バランス感は非常に出て、お部屋が少しおしゃれな感じになるんじゃないかなと思います、はい。
岩田さん、このアドっていうのはどの店舗でも購入ができるんですか？ですね、はい、ちょっと枚数がどうしても限られてますので、はい、店舗はちょっと限定させていただいて販売をしているような状況です、はい、ただオンラインショップでは全ての作品がチェックできますので、うん、興味のある方はそちらもご覧になってください、はいはい、プレゼントやギフトとしてもいいですね、うん、この時期とかクリスマス近いですしね、近いですね、うん、おすすめです。ぜひお店に来ていただいて選んで楽しんでいただければなと思います、はい、それでは皆様ご視聴ありがとうございました。